人生は祭りだい、えー、今最後の見積もり引っ越し業者さんの見積もりが来ていかれましたすごい、えー、お高くなってますまあ繁忙期っていうのもあるんですけど私が引っ越しをお願いしたのが2月27日。 2月262月27あたりでお願いをしていたんですねというのも2月26日に物件高岡市の物件に契約しているのでこの2627あたりでっていうふうにお願いをしていたんですよねそしたら値段が私のイメージの3倍ぐらいだったんですよね最初の見積もり、えー 皆さんこう来てこられた方の見積もりが思ってたの3倍以上で繁忙期っていうのも分かってたんですよね2月末3月っていうのは引っ越しシーズンで繁忙期っていうのは分かってるんで承知の上だったんですよだから遠距離で金沢に来た時の金額ぐらいはかかるかなと思ってたんですよ。 うん、この今回は金沢から高岡なんで近距離近いんでけど繁忙期だから関東からこっちに金沢に来た時ぐらいはかかるんだろうなと思ってたら東京から金沢に引っ越してくる金額よりも3倍だったんですよ金沢から高岡の金額が <laughs> もう想定外もう本当に想定外でしたでもどうしようと思っててこれじゃあもう引っ越しできないだってその新しい物件の契約金よりも高くなってくるから初期費用新しい物件の初期費用よりも高い家賃何ヶ月分もかかってくるからねと思ってでその最初 とりあえず6社なんだけど、アーク引っ越しセンター、井引っ越しセンターひ、なんか引っ越し専門業者っていう、そういうところと、あと、アート引っ越しセンターさんと、あと引っ越し、引っ越し本舗さんと、あとハート引っ越しセンター、これ全部。これどうして6社なのかっていうと、え、なんか引っ越し侍とかなんかそういうサイトに、 一気にその近辺の引っ越し業者さん連絡が行って一括で見積もりができるっていうサイトを利用したんですね。まあいつもそうなんですけどそうするとそこにサイトポチッと入力したら一気に6社がバーって電話かかってくるんです。もうすごいよ着信がザーってくる感じ。うん。<laughs> 引っ越し侍っていうところに引っ越しの一括見積もりをすると すぐにかかってきます、電話が。6社ぐらいと、携帯電話とかからいっぱいかかってきくるんですよね。そうやって見積もり、割といつも引っ越し、とるんで、この、私、この5、6年で、6回、7回ぐらい引っ越しをしているんで、細かいのと遠距離も含めて引っ越ししているんで、も、ま、う、あ、慣れているとは言えば慣れてるんだけど、でも、 これまでで一番値段が高くて、で、最初に来られた見積もりの方に聞いたんですよね。長距離のすんごい遠い引っ越しよりもその3倍するんですかって、お隣なのに。金沢から高岡なのにそんなにするんですかって言ったら、もう繁忙期だからって言われたんですよね。で、 いや、繁忙期に引っ越したこと私ありますけれども、ここまでじゃなかったですって言ったら、返ってきた返事が、いや、震災もあったんで、今、緊急で引っ越し,してる人が多くて、値段が高騰してるんですって言われたんですよね。うん。<laughs> けど、震災を理由にされたのはそこの一社だけで、あと5つの 業者さんは来られたけど繁忙期としか言わずに震災の言葉を出されたのは1社だけでしたけれどもいやーでも、うん、これ以上下げられないんですってこう震災の影響もあって結構バタバタしててっていう言ってらっしゃる業者さんも今いてなんかそれ聞くともう仕方がないのかなって気がするよね。 震災が理由じゃなく、こうやって引っ越ししている私は恵まれてるね。ありがたいなと思って、その金額で決めるしかないのかなっていう気持ちになってくるよね、どうしてもね。ああ、そっかーとか思って。で、結果的にそちらが一番高かったかな、そちらの業者さんがね。で、あまりにも高かったんで、大手さんが。 もう私がもう勝手にネットで調べて、その、金沢で引っ越しするならみたいな、全然無名のところとかにも電話して出てきたりしたところもあって、どこよりも安くしますって書いてあって、1円でも高ければとか、あの、安くしますとか言って書いてあったから、そこ来てもらったんですけど、そこが一番、あの、そこが一番高かった、その個人のところが、え、あの、 サイトに書いてあった「1円でも安くします」っていうのって違うんですかっていうふうに聞こうと思ったけど聞かなかった <laughs> ねだってそのその一番高かったそのところの出した見積もりがその他のところよりも10万円以上高かったから「1円でも安く」って言うじゃないんですかって聞いたところで。 10万円以上高く出されてるから、なんか、なんか、ちょっとの問題じゃないから、もう、うん、あ、ちょっとここはないかなと思って、うん、すみません。この、雪の中、ありがとうございました。なんか申し訳なかったですね。雪の中わざわざね、来てくださって、長靴で来られて、なんか、もうん、ね、ご足労いただきました、みたいな感じで。で、 そこで私が考えたのは、もう繁忙期2月末、3月頭をずらして、4月の末、5月まで延期しようかなという気持ち。まだここを退去する連絡はまだ1ヶ月前にすればいいから、まだ退去の、はギリギリまだ退去の連絡してないんですよね。2月の26日に高尾が契約してるんで、 ちょっと引っ越しがもしうまくいかなかったら、ここ退去できないなと思ったんで、そう。退去は1ヶ月前だから、ちょっとギリギリまで退去の連絡は待とうと思ってたんですね。だからまだ退去の連絡してないから、ここは OK として、新しく住む高岡の物件に、5月入居に遅らせれないかなっていうふうに連絡してみようかなと思ったんですよ。 でもそうすると、3月、4月、2ヶ月、後ろに倒れるってことは、2ヶ月、その物件が、遊んでる状態になるわけでしょう。そうすると、高岡の物件さんにとっては2ヶ月分きついですよね、置いとくのってね。で、じゃあ逆に、2月26日から入居になってるけど、 ちょっとでも早めて繁忙期をちょっとずらせれないかなと思って2月の半ばぐらいの入居にできればあ、めっちゃ太陽の光が差してきた。なんかあの肌が急に白くなりましたけどめっちゃ太陽の光が差してきました。えっと思ったんですよね。なんか不動産屋さんにとっては物件が5月からの入居になるよりも 2月の半ば、今26で契約したけど、2月の半ばに2週間早めてもらうっていうこと2週間だよね。26から。え ?26 からだから、1週間か。繁忙期よりもちょっと手前に来るから、引っ越し代もまた安くなるかもしれないっていう,うに思ったんで、不動産屋に聞いてみたんですよね。今2 2月26の入居になってますけど、最短で、 入居だとどうですかねって聞いたら、もともとその物件は2月の初めまで人が入ってるんですよ。うん。だから今入居中の物件なんですね、高岡の方は。だからその高岡の物件、入居中の物件に退居されてからクリーニングとか入って、そうい,そういったことも見越して月末にしてたから、 目一杯早めてもらうと何日に入れるかっていうことを聞いたんですよ。そしたら業者さんとかに調べなくちゃいけないからどれだけ早まるかはわからないけれども2月19日だったら確実に入れますって。それよりも早めれるかはちょっともういろいろ聞いてみないといけないってだから2月19日までは確実に早めれますってことだったの。だから2月26日入居だ予定だったから 2月19日に入ると1週間早まるんですよねでそういう話を不動産屋さんとメールでやり取りをしてたんです昨日のよ夜からねで今日の朝起きてメールの返事を見たら19まで延ばせますって返事が来てたんで,で今日今朝最後の業者さんが来る予定だったんですよね、うん、朝10時半に。 10時半に来る予定だったんです、私昨日夜中までずっとね、作業とかいろいろやることやってたんで、目が覚めたのが10時過ぎだったんですよね。で、10時過ぎに、目が覚めたら、ピンポーンってなったんで、だからもう、<laughs> 慌てて、慌ててやばいとか言ってもう、顔も何ももう、マスクして、寝起きの状態で、 え、見積もりの人を迎えたっていう。なんか、で、今見積もりの方が変えられて、私は、えー、喋ってるような感じなんだけど、まあ、結果的に見てください。これ <laughs>。えー、決めました。というのも、やっぱり、2月26、2月19では全然違っていて、2月18、19までが、 ギリギリのラインで、2月20日以降が、ガッと、金額が上がる。2月19日以降、2月20日に入ると、まず、えー、繁忙期ラインっていうので、必然的に5万円上がるようになって、設定されてるんですって。で、それプラス、そのはん、あの、いろいろ繁忙期のいろいろ、こう、他のお客さんたちも、値段高くても、引っ越したいから、 値段が高騰していくわけで、それプラスどんどん上がっていくから、値引きが全くできなくなってくるんですね。2月18、19あたりだと、元々の設定が5万円安くて、さらに値引きもできるっていうふうになって、結果的にだからやっぱ半分。それでもやっぱり2月料金だから高いんだけど、でもこれまで5社6社こう見積もりしてもらってたから、 うん、一番安くなったからもういいかなってもうなんか22月19日に変えることができたから半額で済みましたって話なんですよねこれ2月19に変更できるっていうのを他の業者さんに売ってないじゃないですかそれもちょっとせめぎ合いで その、今回、アート引越しセンターさんに決まったんですけど、もううちで絶対決めてくれる、最後うちで決めてくれるんであれば、もうこの金額で出しますって言われたんだけど、私としては、他の業者さんも、2月19日にすれば、他の業者さんも安くなるんじゃないかなってちょっと思うじゃないですかね。私、そう、そう思ったんで、うわ、でも他のところも、じゃあ、2月19日にしたら安くなるかもしれないですよね、って言ったら、 まあそうかもしれないけど、もうこの場でうちで決めてくれるんだったら、ここまで金額出しますっていうふうな話し合いが <laughs> あったりして、この場で決めてもらえるな、みたいな、そういうのがあって。で、私ももうたくさん見ても、業者さんと話して、もうここが最後だし、もういっかっていうのもあったし、下手したら5月まで、 5月も覚悟してたぐらいだし、で、運よく不動産屋さんも2月19日までなら、あの、契約書交わしたけども2月19日に変更もできますよっていうふうに返事が来てたし、なんかタイミングが全部いい感じだったから、あ2月19日で OK ってもらった時にピンポンって来たから、アートさんがね。だから、アートさんに決めました。 だから、結果的には、元々の予算は、ま、東京からこっちに来たくらいよりも安ければいいなって、こっちから高岡だから近いからって思ってた、元々の金額からすると、倍になってます。うん。けど、一番高かった、この最初の見積もりからすると、3分の1。 ね、予算はオーバーしてるけど、でも、ありえない金額出された時から見れば、まあ、しょうがないかなって。当初の予算の倍であり、一番高く出た見積もりの3分の1。だから、まあ、引っ越しはね、大変なのは大変だからもう。ということで、一週間早まりましたので、 けど、ここの退去は最短で2月26だから、もうすぐにここの今住んでるところの退去の電話はしないといけないなと。高岡へは1週間前倒しになったというお話でした。<laughs> またバタバタしそうだなと思ってます。今週末には歌のステージの仕事がありますし、えー、2月の初めにはちょっと公演の仕事もあったりするので、 そういうこともあり、ちょっとバタバタしておりますけれども、引っ越し準備しないといけません。またバタバタしそう。<laughs> 今まで6、7回ぐらい引っ越ししてきてますけど、アートさん率がやっぱ高いですね。で、アートさんは、基本私は値段で決めるんですけど、でもや、やってもらった後の感じは、 やっぱりアートさんはすごい丁寧だなっていつも思います。とはいえ、毎回見積もりの時はやっぱ値段で決めちゃいます。うん。だって結構引っ越し屋さんの値段ってすごい幅があるんで、値段差ってすごい高いんですよね。本当に1万2万とかのせめぎ合いじゃないんですよね。こっちは25万で出してるけど、こっちは10万ってこともあったりするから、 やっぱ値段で決めちゃうよね、それだったらねっていう感じではいえー、ということで引っ越しが早まりましたので、まあ、5月になるよりも良かったのかなってだってね5月はちょっと現実的に不動産屋さん物件も厳しいだろうし、はい、って感じです <laughs> とりあえず決まって良かったー ままた報告していきますありがとうこんな時だからこそ情熱を持って頑張らせてください島子定期便ライブ2024年1月号発売スタートしましたお求めはしまこオンラインストアからお願いしますご購入いただいた売上から義援金に寄付させていただきます